はい、どうも雨風でございます。さっきね、動画撮ってたらちょうどマリメッコから荷物が届いたので、開封動画いつものごとく撮っていきたいなと思うんですけども、開封ですよ。開封、単なる開封動画ですけどもね、今回マリメッコ70周年の商品がなんかね、発売遅れてるっぽくて、後半に一気にバババッと出てきましたね。多分ね、発売遅れてたと思うんですよ。僕が見てたルックブックでは発売時期多分間違ってなかったので、なんかね、いろいろなタイミングがあってずれたんやと思うんですけど、年始めからいろいろなシリーズが展開されて、本当にね、今年はたくさんのデザインが出ました。で、冬もあのアニバーサリーのね、終わりを祝うようなスペシャルなデザインがいっぱい出て、たくさんね、皆さんも買われたことかと思うんですけども、アメカズはどれ買ったのかっていう話ですね。あんだけどれもいいと言っておきながら、実は選んだもの一種類でございます。一種類だけ買いました。一種類だけカップとプレートを買いました。皆さんは何買われたでしょうか。一応後半の目玉としては、ブルーグレーのウニッコ、それからゴールドのクーシコッサ、そして赤金のアニバーサリーマグ、ウニッコのマグ、それから水色のクーシコッサ、まあ、この4つぐらいがね、後半の目玉なラインナップだったんじゃないかなと思います。中でもゴールドのクーシコッサは本当にたくさんの方買われてたんじゃないかなという印象はありました。やっぱりね、ゴールドっていうのはスペシャル感あるし、クーシコッサで出すっていうところがマリメッコのディレクター分かってるなっていうところはやっぱ僕はすごく思ってました。で、僕が一つだけ厳選して買ったもの、開封していきたいと思います。いやー、なぜ厳選したかというと、たくさんあってもね、やっぱ困るからなんですよね。ちょっと食器ありすぎなんで、やっぱりしっかり厳選して買おうと。でも予備の食器とかもちょっと今回はやめといて、必要なやつ一つだけを買おうと思って、めちゃ悩みに悩んで厳選しました。それがこちらだよ。じゃ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 ーん。マグカップ、そしてシュタ、あー、プレート、プレート出したらもう絶対分かっちゃうから、マグカップから開けましょう。このデザインを買いました。いろいろおすすめしておきながら、最終的に選んだのはこれでした。これが僕の中で今回冬のベストヒットベスト心を打たれたでしょう。そして本当にスペシャル、最高のカラーだと思ったので、これを選びました。こちらでございます。じゃじゃん。クーシコッサの日本限定カラー、ブルーでございます。これを選びました。このようなカラーになっております。ちょっと光当たって反射してますが、ブルーはブルーでもちょっとくすみ系のブルーですね。薄すぎると柄がやっぱり分かんなくなっちゃうし、寒々しくなってもね、ちょっと寂しい印象になっちゃうので、ちょっと濃いめのブルーグレーのようなカラーでデザインされてますね。このブルーのクーシコッサは、いいと思うなんかお、いいなみたいな、このマンシッカとかマンシッカボレットとか、ああいう系ではないんですけど、すごくその日常に馴染むというか、使いやすそうな感じで、こう置いてあった時の可愛さ、そういういろいろな面をね、考えてこれにしました。あと、まあゴールドもね、すごくスペシャルでいいなと思ったんですけど、まあ、うちの妻がレンジ使われへんにやったらいいんじゃないっていうすごくシンプルな意見をもらいまして、じゃあレンジ使える
菌の入ってないやつにしようかっていうところでこれを選びました。多分これがねずっと長く使っていけるようなデザインじゃないかなと思ったんですよね。ゴールドもねもちろんスペシャルですごくいいと思ってもうめちゃめちゃ悩んだんですけど、良すぎたね、良すぎたから僕はなんか自分が使ってる想像がちょっとできなかったんですよ。本当になんか家の時間とかカフェタイムをすごく大切に楽しめるような本当に素敵な方向けの食器ですよね。あれは僕みたいなせっかち人間にはなんかちょっと難しいなと思ったんですよ。本当にいいコレクションで使わなくても買うだけでもいいと思ったんですけど、まあ、それはちょっとね無駄になっちゃうし欲しい人の分もなくなっちゃうから今回はやめようと思って、このブルーのクーシコッサを選びました。でカップとともに出てたちっちゃいねプレートも買いました。これもケーキとか入れたらすごくねおしとやかで可愛いんじゃないかなと思ってチョイスしました。じゃじゃじゃーん、どうじゃい。ちょっと光で見えにくいですか？どうでしょうこれ。めちゃかわやん。めちゃかわやん。めっちゃかわいいやんこれ。めっちゃいいわ。いや、やっぱ思った通りやな。しっとりしてるんですよ。しっとりしてるけど、ちょっとくすみ系のカラーっていうところで、本当に今の時代にもマッチしてるし、寂しすぎない、薄いカラーでも寂しすぎない印象をしっかり色で調整してる。素晴らしい。めっちゃ可愛い。地味にこの黒い未使用シールがかっこよく見えますね。いやー可愛いな。これはありかも。クリスマスに使いたいな。このちっちゃいプレートはコンポッティのやつだけ持ってるんですよ。なのでまあちょうど2枚になるなと思っていいなと思ったんですよね。あんまりマリメッコのこのちっちゃい小皿は僕あんまりね使わないんですけども、1枚すでに家にあったんでケーキ食べる時とかそういう時のために2枚置いておくのにいいかなとちょうど思ったんで、この長方形の小皿買いました。金のクーシコッサとかはね、これのもうちょっと短いやつですね。ウニッコのやつもそうです。ちょっと短くなった正方形のプレートです。ブルーのクーシコッサはこの長方形のやつ。マグカップとセットで、今ね、全国のマリメッコストアで展開されてると思います。そんなにすぐはね、なくならないんじゃないかなとは思いますけども、これはおそらく廃盤になったら、とても希少なコレクションになると僕は睨んでおります。それぐらい後からじわじわ良さを感じるようなデザインだと思います。そういうのをねいち早く気づけると後で買い逃したってならずに済むのでね、じっくりこれを見ていいなと思ったらぜひお家にお迎えしてはいかがでしょうか。本当にいいカラーです。冬のちょっとセンチな気持ちを温めてくれるというか優しい感じですね。ミルクティーとかカフェオレとかそういうのあったかいの注いで、薄暗い光の中でね家でゆっくりお茶すると何者思いにふけてんねんっていうまあそういう時間をねこう日本の忙しい喧騒の日本人のこの心の安らぎなんとやらというやつですよね。それに応えてくれるすごくいいカラーというかデザインだと思います。とてもいいと思うのでぜひ皆様これ見てみてください。今マリメッコでねオンラインストアでも買えますので、すごくいいカラーです。気に入りました。本当に70周年の後半すごくねいいやついっぱい出てもうめっちゃ悩んだんですよ。ウニッコのゴールドのやつも本当に最後まで悩んだんですけど、やっぱ僕は
一番楽しみにしてたこれかなというところでした。やっぱりこれに落ち着きました。事前情報をやっぱ見た時からこのクーシコッサのブルーは一番僕の中でハマってたんですよ。これは一番いいやつやろうなって思ってたんで、本当にこれは嬉しかったですね。あとはクーシコッサのこのマグカップで今いろいろカラー出てますけど、緑とか、赤とか、まあ、そういったカラーの展開、紫とかも面白いですけど、もう少しねビビッドでみんなが本当に欲しいと思うようなところのカラー攻めていってくれればすごくいいなと。クーシコッサはもう完結するなという感じはしてるので、本当に今回のクーシコッサの展開すごく嬉しかったです。ありがとうございました。この冬もねたくさんの可愛い食器たちで楽しく過ごせそうだなと思います。というわけでマリメッコ70周年後半、皆様はどんな食器をね購入されたでしょうか。よかったら教えてください。まだですね、実はコークリエイティッド4弾が残ってるはずですよね。まだ告知はされてないですけども、そのあたりもあるので、まだちょっとだけね70周年の余韻というか楽しみはもうちょっとだけ続くのかなというところで、これからもマリメッコの展開に期待楽しみにしていきましょう。というわけで雨風でした。バイバイ。